日本のエースです。これまで優勝7回を誇りますが、去年この大会で2位、連覇がストップしました。今年は雪辱を果たすことができるのか注目されますね。はい、今年は環境を少し変えて十分な練習を積んできています。エースの復活を期待したいですね。この後登場します。その前に男子はまず去年4位の藤井。